礼正しいね。ありがとうございます。すごい顔にさ緊張がすごい溜まってるけど近くに行ってもいい、うん、緊張してるみたいなんだね。ちょっと結構控えめな方やって、うん、なんかこううまくいかないこととかなんかあっても、まあ、しょうがないかみたいな感じで今までやってきてなんか続かなかったりとかしたんですけど、なんかもうすぐ二十歳やなと思ったらなんかいろいろ焦ってきたりして自分はこのままでいいんかなとか、 なんか自分のことについてすごい考えるようになって、でやっぱなんかこう流されて生きてきたとこもあるんで、なんかこう自分をすごい変えたいなと思って、自分も変えたいしもう人生も変えたるみたいな気持ちで応募しました。最近はあんまり来てなかったんですけど、子供の時とかはよく遊びに来てました。桃尻かなめです。今19歳です。今は飲食店のアルバイトに、お寿司です。お寿司屋さん、まあ、家が近かったのもあって、まあ、初めはなんとなくで始めたんですけど、高校1年生の時からなんでもう4年目かな。5人家族でお父さんお母さんおばあちゃんで、あと弟がいます。まあまあ仲いいんですけど、弟は特に仲いいです。今高校生、高校2年かな、高校2年生です。うち結構両親働きに出てること多くて、弟といる時間が一番長かったんで結構懐いてます。めちゃめちゃちっちゃいツル折れます。こんな、これぐらい無心で折ってます。やっぱ白いご飯が好きですね。そうですね。結構白ご飯ないとダメなタイプです。結構味濃いもん好きで、何でもご飯に合わせて食べちゃうんですけど、結局肉じゃがですね。あいつを作ってます。あんま変わったものは作れないんですけど、やっぱ煮物ですかね。結構人見知りで、すごい人前に出たりするのも苦手やったんで、だいぶ控えめな方でしたね。接客業を始めてから、はい、だいぶ人と話すのも慣れてきました。ないです。半年以上いないですね。2人です。多くはないですね。
友達とか見てるとちょっと楽しそうやなとか思ったりする。なんかもうすぐ二十歳やなと思ったらなんかいろいろ焦ってきたりして、自分はこのままでいいんかなとか、なんか自分のことについてすごい考えるようになって、でやっぱなんかこう流されて生きてきたとこもあるんで、なんかこう自分をすごい変えたいなと思って、自分も変えたいし、もう人生も変えたるみたいな気持ちで応募しました。はい。2000年8月8日生まれです。アダルトビデオの撮影です。全然してないです。緊張してあんまりよく眠れませんでした。何時か3時間4時間ぐらい寝ました。15歳です。高校の先輩で彼氏でした。なんか痛かったです。何回かしたら気持ちよくなってきました。ちょっと気持ち悪かったです。暖かかったです。
何が？おちんちんが高かったです。二人で恥ずかしいです。胸です。もう一回ですか？クリトリスです。どっちもです。フェラが好きです。なんか喜んでもらえるからです。はい、あります。どうやって？ね、手も使って。いやいや。真似します。なんかしたくなった時にします。生理前とかムラムラした時にします。どうやって？恥ずかしいです。あんまり見たことはないです。コスプレとかしてみたいです。自分が高校ブレザーやったんでセーラー服とか着てみたいなと思います。 3P とかも結構興味あります。なんか楽しそうやなと思います。男の人が2人いたらいっぱい攻めてもらえるかなって思うからです。好きな方やと思います。もうすぐ20歳になるし、こう自分を変えたくって、自分も人生も変えたるって気持ちで AV に出ようと思いました。恥ずかしいけど、頑張るんでいっぱい見てください。よろしくお願いします。しましたか。はい。喉乾きましたか。はい、汗かきました。汗かきました。脇汗かいちゃいました。脇汗かいてます。じゃあね、いよいよ次のシーンは、ね、裸を見せてもらいます、ね。はい、じゃあちょっと準備しますね。一旦
下で待機してください。はい。緊張してます。ドキドキしてます。喜んでくれたら嬉しいなって思います。まだよくわかんないんですけど、ちょっと楽しみです。ドキドキしてます。半年ぶりぐらいかな。はい、お願いします。はじめまして。はじめまして、ももちびかなめです。お願いします。礼儀正しいねありがとうございます。すごい顔にさ、緊張がすごいってなってるけど人前でエッチしたことある？ないです。一回もない？一回もないです。人前でさ、裸になったのどうだった？
めちゃめちゃ恥ずかしかった。恥ずかしいよね、うん、すごい体してる、ね、ちょっと立ってみて。緊張しすぎてもさ、いい位置できないから、うん、一回ハグしよう。今からエッチするんだけど、なるべくね、目を開けて僕のこと見ながらできたら最高。はい。ちょっと頑張ってみる？はい。チューは好き？見てて。緊張すごいしたけど気持ちよかったです。だいぶ落ち着けました。はい、お願いします。こんにちは。あ、はじめまして、桃尻かなめです。はじめまして、吉村と申します。桃尻、はい、かなめです。お、かわいらしい名前ですねありがとうございます。なんかすごく今日緊張してたみたいですね。めっちゃ緊張して、まだ緊張してます。あ、なんで緊張してたの？なんで、うん、なんか知らない変な人がいっぱいいるからいっぱい、はあ、そうですか、はいあの、で次の代が私なんですけども、どうですか、こんな年上っていうかおじいさんとはしたことありますか？初めてです。年上の人は全然初めてです。え、あ、そうなの？はい。じゃあいつも年下とか同じぐらいの、うん、じゃあもうかなめちゃん、じゃあもう20ぐらい上かもしれない20よりもっと上だ。どうですか、大丈夫ですか？大丈夫です。本当ですかもうちょっと近くに行ってもいい、うん、緊張してるみたいなんだね。ちょっとさっきよりはだいぶマシです。あ、そう、はい、初めての時はどうだったんですか？ガチガチでした。ガチガチでした。でも一回してちょっと落ち着いたかな、うん、心臓とかちょっとドキドキしてる。うん、ドキドキしてます。ちょっとさせてもいい？え？